ついに動き出しそうですよね。宅建士相原と申します。この動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。今回は小田原エポ閉館、その店頭に立つ開発看板を読み解くについて解説します。今私が1ヶ月ぐらい前に上げた動画ですかね、小田原エポ閉館のことに関して話をさせていただいた動画、大変再生回数頂戴しましてありがとうございます。本当にね、まあ、もうそれだけやっぱりダイヤ街、銀座通りという小田原の目抜き通りの、まあ、いわゆる時代を作った、みんな行ったことが懐かしい懐かしいというコメントがね、エポさん、隣の昔の日井さんだったところ、アプリさんね、反対側の今ドン・キホーテさん、長崎屋さんの話なんかにしてもね、やっぱり読んでて僕なんかも嬉しくなっちゃいますよね。長崎屋で服買いましたなんてコメントが書いてあって、あれも俺もそうだった、長崎屋書いた、さあさあサンバードですよね。もうそういう形の部分で帰ったに懐かしい気持ちになるんですけどね。だからエポ閉館っていうのはやっぱ小田原市民にとっては非常に大きい出来事ということになると思うんですね。ただいま閉館セールはやっております。そしたらですね、私のツイッター上にですね、相原さん、相原さん、エポの前に開発看板がつきましたよという連絡がありました。早速見に行きました。今ね、動画を上げております。ダイヤ街ね、人混みいっぱい多い中の部分、ダイヤ街側の建物正面に見て右側の部分ですね、開発看板って形のポイントを取ってます。よく皆さん街中でご覧になりませんかね、マンションとか店舗とかできるときにですね、こういうものでお店を建てます、建物を建てますよってことが書いてある紙ですね。まあ、これで大体のものが憶測立つという形になるわけです。いわゆる開発行為ということに対しては、事前のことに方に対してちゃんとお伝えをしなければいけないというのが国のルールです。なのでその一環としてこの看板が出てる。だからこれは偽りがない、現時点ではね、まあ、今後変更する場合なんかももちろんあるんですけど、正直言うと現時点では間違いがない、令和4年の12月段階では正しい情報という形で、まあ、情報を皆さんにお伝えしている形になると思いますね。でこの看板というのはですね、町田が結構あったりします。後ほどもね、あと残り代表的なの2つ紹介しますけど、そうするとこの情報が一番、今のところからすると一番、要するにオープンの情報、オープン第一次ソースと言っていいようなオープン情報ですから、これに関しては間違いない形であるわけです。皆さんこの手の話をするとですね、聞き覚え、伝覚えで話をされる方がいっぱい多いです。そうするとですね、その時点では正しくてもだんだんずれているってことがあるわけです。いや、こうなるよこうなるよこうなるよってことに関してもずれている。開発看板っていうのは公の人にちゃんと届けなきゃいけない情報ですから、これが一番間違いない情報になるというかですね、この情報をちゃんと読み解けば、これからあのエリアがどういう形に変わっていくかということも垣間見れるわけです。当然ね、開発看板の人には地域説明会という形で説明会があったりする場合にはもっと詳しい情報あると思うんですけど、私はこれまだ当然事前の形ですんで、それを踏まえた上で令和4年の12月2日現在という形のもので私がざっくりね、噛み砕いた形で説明をしたいと思います。ちょっと手元にね、開発看板の資料を見ながらという形ですね。開発看板ってこういう白い看板になっていて、こう事業内容とか詳細がいろいろ書いてあるわけです。これだけでも十分な情報量がある形になるわけですけどね。まず開発事業の名称という形で、小田原市栄町2丁目中央地区有料建築物等整備事業という文字があります。当然こういう文字があったらインターネット調べますね。そういう時代でございます。小田原市の予算がついてます。だから小田原市公共もある程度絡んだ形で、まあ、全部主体とならないとしてもね、こういう街にしたいですよというグランドデザインということを含めた上で予算をつけている。予算つけてるとお金払って、俺も金払うからこの話ちょっとかましてよって形にはないかもしれないですけど、まあ、そんなね簡単な話じゃないかもしれないですけど、まあ、そういう形で小田原市も絡んでる形であるよということですね。下に住所が書いてあります。開発事業区域に含まれる地域の名称という形で、小田原市栄町2丁目 59-3 他44筆と書いてあります。この44筆というとこですけど、この部分に関しては私が 3,4 年前に挙げました重要事項説明シリーズの部分の東本の部分に書いてあります。で説明してます。これもねだいぶ前の話ですけどね、ぜひ見ていただければと。東本ってその土地に関する建物に関するものを法務局というところに全部東本本にまとめてまとめてあります。一括管理。土地って皆さん、土地って一つ一つ数える、まあ、いわゆるその故障ですね。1個、2個、3個、ね、1匹、2匹、3匹と同じ。土地は筆で数えます。一筆、二筆、三筆、四筆と数えます。なぜかというと、謄本に書き入れるときね、実際一番最初の謄本っていうのはね、いわゆる
検地ですからね。豊臣秀吉 小学校とか中学校の社会科になりました。検地の時代にみんな書いてる。各、ね、土地があるごとに筆で書いてったから一筆二筆になったという話で一筆二筆なんですね。でこれ44個、簡単に44個の土地を全部一括して今回建て直しますよということです。当然わかりますよね。44個の筆ですからすごい広域だということがここでまず分かり知れます。でそれを裏付ける数字というものが、まあ一つ用途地域の部分に関しては商業地域、まあこの辺は商業地域、商業的なお店しましょうよというエリアの部分、まあ憲兵擁壁もこの重要事項説明の部分で説明しています。これも下タグ貼っておきます。下です。開発事業区域の面積とあります。今回工事する場所どのぐらい面積ありますかという話です。面積が5618.75平米です。相当な面積だということが分かります。簡単に言うと端数計と5400平米、坪数で言うと2000坪までないけど1500坪以上はあるかなという坪数ですね。でこれどれぐらいの面積かということを考えます。まず手でやるね。僕の場合はこう道路が2本こうあります。こう道路が2本あるね。こっちが銀座通りだと思ってください。こっちがダイヤ街。あ、これ南北逆だったらごめんね。こう道路が2本ある。この中間部分にエポと日医が立ってますね。で、この道路の境、昔でいう仲見世があったこの距離感ね、この間の距離感。日医の端から端までね、出口と出口まで、エポさんもそう、端から端まで。これがこの幅感が何メートルあるかということです。昨日の夜 Google マップで調べました。そうしたら約50メートルです。約50メートル。要するにこの50メートルですね。ということは面積が約5618平方メートルっていうんで、これ50で割るんですね。割ると何が出るかって、この幅が出ますね。この幅が出ます。そうすると計算したらね、昨日ねサインコサインタンジェント計算した。そしたらね約112メートル。要するに50m×112m のサイズで今回建物をやりますよ。これざっくり正方形だったらだからね。当然デコボコデコボコしてるのさ。中見せも結構デコボコとしたり、小田原新金さんがあったりとかね、こっち側もいろいろあるからデコボコしてるんだけど、トータルもう何も深く単純計算したら 50m×112m のこのサイズ感というのが、いわゆる5600平米強というサイズになるということです。でちなみに言うと、ダイヤ街で言うと入り口はみずほ銀行さん、昔の第一勧業銀行さんの手前に魚国さん、あそこの魚うまいね、魚、あそこの魚国さんのところからずっとダイヤ街行くと、最近ドラッグストアの向こう側にセブンイレブンさんできたの知ってる？セブンイレブン、今セブンイレブンできたのよ、レモンステーキ屋さんの手前ね、そこの部分にセブンイレブンができました。魚国さんからセブンイレブンさん前の距離が大体88メートル、あれよりももっと長い距離だってことになるわけです、実際。ということは皆さん、あの建物エポさんだけじゃなくて隣の日医さんも壊すんじゃないの、壊してくれないの、コメントでも来ました、アスベストの問題、耐震の問題があって壊してくれないのっていうご意見結構あるよということを市民のも私も感じてます。ということは今ぐらいのサイズ感を再開発するということは、これ断定しませんよ、裏付けがないから。だけどエポさんのところにそこが開発看板立っているということは、当然隣の日医さんも一体して壊すんではないかなと思います。だそういう部分で考えてます。あ、今回のこの再開発というのはエポさんと日医さん、あの辺でいわゆる50m×110m ぐらいの大きい範囲でやるんだな、それだけ広いということは当然エポさんだけじゃなくて隣のアプリさん、旧日医さんもやるのかな、でこのぐらいでいいと思います。このぐらいの情報精度ね、あれがちゃんとやるって言ってたよなんて言わないでね、あくまでもこれは裏付けない形、二次情報になるから。もうこういうのもね、短縮の人はここだけタイトルサムネイルだけ見て知ったかぶりで喋る人いっぱいいるからね、僕は公言してませんからね、あくまでもじゃないかなですからね。さあ今度は予定建築物等という道具になります。用途は共同住宅かっこ分譲、もう簡単に言うとマンション、分譲マンション建てますよ。隣店舗飲食店ということは察するにね、例えば高いね高層マンション建てて、店舗と飲食店は最上階に、まあそんなね、金中のビルのあの法輪の中華料理屋さんみたいなそんなことしませんから、今時は当然店舗が1階2階に店舗しますね。だいわゆる1階2階が店舗なりぐらいだと思うんですよね。まあ3階までやるかなと思う、2階ぐらいまでやりそうな空気あるけどね、そっから上がビターッとマンションっていう形なんだろうなって分かります。
さあ個数です。個数というのは住居分譲マンションの数が286戸、これはですね、小田原サニータウンも230戸、小田原の駅前で大きいところだとアーバンシティじゃない、ごめんなさい、サーパスシティ小田原が一番大きいかな。それよりも個数としては多いです。新しくできる新幹線ビルのところであったところのマンションよりも個数的には多いかなと思いますよね。なんで個数が多いか後ほど紹介します。そして店舗も7店舗入るという形、まあこれはまたこれからという形だと思うんですけどね。さあ問題、階数です。階数、地上19階、これですよ。地上19階地下1階ときました。ということは、小田原市内で、小田原城別ね、ということにしといてね、小田原城、小田原城は心が一番高いから、あれは小田原一番高い建物だからね、小田原の中では街中も含めて市街も含めて一番高い建物が立ち上がるってことですね。いわゆるランドマークとしての建物が立ち上がるってことが19階ですから、まあ、この辺も小田原城見えるようにって配慮もまたされてるんでしょうね。さあ建築面積です。先ほどは敷地全体の面積、敷地全体の面積の中で1階分のフロアとして、1階分のフロアとしてどのぐらいのフロアを使うかというと 3763.14 平米です。約1000坪強のスペースが、まあ1階のとっても1000坪強のスペースでズズ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 って上に立ち上がっていくって考え方で考えてもいいですね。いわゆる建蔽容積率について建蔽率という部分になるところですね、この面積。そして高さが 59.99 メートルです。ここなんですね。 59.99 メートルだ、60メートルになったらあかんよってことだと思うんですよね。あかん、小田原城見えへんから、ね、それじゃないかもしれないけどね、あかんよってことで59で、要するにもう目いっぱい高さ目いっぱい建てたということがここでわかるわけです。さあ延べ床面積、延べ床面積何かって1階2階3階4階5階6階19階地下1階も全部この面積足した面積です。これが 46,486.82 平方メートルです。そうですね、土地の面積全体開発する面積が約5500平方メートル、そのうちの中で3700平方メートルに建物が建って、このフロア全部足したら46万平米になると、あ違った、46000平米、桁が1個違った、46000平米になるよって形ですね。だからかなりの大きい建物が建つよってことが分かりますよね。これがなんでどれだけ大きいかということはですね、我々ね数字が多くなっちゃうともう5枚も10枚も分かんない、そんなことないか、そういう形になると思うんで、分かりやすいところでね事例を挙げます。昭和47年築に建った今ある現状の日井さん、この日井さんの延べ床面積というのが資料に見てあったら書いてありました。日井さんの延べ床面積は 11,691 です。約 11,000 と見てください。初聞いてね、昭和47年築、俺と同い年なんだね、日井の建物。そりゃね、エレベーター上がるときに目の前ブロック塀があるわけね、怖えんだ、あのグーンってゴンドラみたいに乗せられてね、ガタガタ揺れながら奥上のね、これ小田原市民しか分かんない話ですね。ね、ちょっと我慢してね、小田原市民だけ楽しむ話するからね。あ、今日は小田原市民しか楽しめない動画か。ぐーってゴンドラ上がっていくと目の前にブロックバイが見えて、これがめっちゃ怖いんですけどね。あの、屋上の駐車場上がる時のゴンドラの話ですけどね。で、要はその日井さん11,000平米。隣のエポさん、平成5年にできました。これが12,000平米です。12,006平米。両方足して約21,000平米です。先ほど言いましたね、新しい建物、46,000です。もう桁違いに大きい建物ってことが分かりますね。そこの資料に書いてあって、その小田原にあるショッピングセンターの建物、これどこから見たかというと、先ほど一番上に書いてました、小田原市栄町2丁目中央地区有料建築物等整備事業の資料に書いてありました。だからこれ調べてみるとね、ははーと思います。ちゃんと根拠がある数字見るとね、情報的な深みが出てきますので、しっかり見てもらうから。そこに小田原市にあったお店、現状あるお店、そういうお店の床面積が全部書いてありました。丸井さん、丸井インテリア館さん、志沢さん、あと今現現状であると、書いてあったのが箱根登山さんも書いてあったな、あと 駅ビルも書いてありました。この辺のビルの床上面積全部書いてある。当然そんなもん全部足したっても及ぶに足らないぐらい。ただ今回は主なるところはマンションだからね、全部店舗ってわけじゃないからね、アベノハルカスみたいなことじゃないからね。だから下が 1,2 階、まあ2階3階ぐらい店舗上って形。まあイメージとすると、先ほど言いましたサーパスシティ小田原というのがですね、伊豆箱根バスの総社だったところに建ってるビルがある、まあ、マンションがあります。これ小田原でも未だに人気がある平成地区なんだけど
平成初期地区って言った方がいいかな。まあ、初期でもねえか、10年代か、平成19年地区だもんね、あれね。平成19年の建物なんて、未だに人気があるマンションってあるんです。そこが1階がテナントです。その1階のテナントに、我々、宅建協会の小田原支部が入ってます。まあ、僕が言ったら怒られる話かもしれないですけどね、宅建協会が1階に入るマンションですからね、悪いはずないですよね。商売で不動産ずっと見てる人が一番入る事務所がそこだってなるとね、一番いいとこ入ってんだなって僕思ったりもするんですけどね。これ言ったら怒られちゃうかな、宅建協会の人。でも事実だからね、それね。だってそうやって揶揄されたことあったから、実際。まあそういう形。そして2階からはあそこはずっと住居じゃなかったかな。そういう形。でも2階、これは、でもあんなダイヤ街、銀座通りの一等地、2階から住居にするとは夢にも思えないんだけどね。まあせいぜい3階ぐらい。かなと、これは僕の読みね、と思いますけどね。さあ、建物構造は鉄筋コンクリート作り、一部鉄骨作りということで、いわゆるビルが建つということですね。さあ、2つ飛ばして、まあ、切りと盛り土はしないよ、土持ったり蹴ったりしないよということですね。これはまあ、こういうのも載せます。要するに、下がね、持ったりしたらぐずっと崩れる可能性あるからということなんですけどね。さあ、その後の着手予定年度です。2024年の10月1日と書いてあります。ということは、今年でもなく、今年は2023年ですからね、来年の秋から着手をするよということです。そうですよね、エポさんの確か閉店セールが来年の春先ぐらいまでやるようですからね、そういう形になるんだろうなって、なんとなくうなずきです。そして完成予定年月日が平成28年3月31日です。要は着工して、3年半3年半かけて作るよということですね。そのぐらい時間かけて、そりゃそうでしょうねって形になるわけです。でもあくまでもこれ予定ですからね、予定は未定っていうぐらいですから、一応こういう形で今動いているという形になるわけです。さあ、下事業種ですね。まあ住所等も書いてあります。この氏名の部分、 MIRARTH ホールディングス、インターネットで調べてこのアルファベットを打ってる途中でも、途中の段階で宝レーベンという文字が出てきました。要は宝レーベンという会社の上、ホールディング会社がこの会社だということ。要はこれで世の中で一般的によく言われていた宝レーベンさんがやるんじゃないのという話の裏付けになったということですね。小田原の新幹線ビルのところも宝レーベンさんかな、確かな。だからそういう分に関しては結構力を入れているってことが分かるわけですよね。これが縦中心になりますよ。要するにそういうところがプロデュースの一つになる。そして設計するのは飛鳥建設さんが建てられるということも書いてあります。工事施工者の方に関してはこれは今空欄になっていて、この看板自体は11月17日に付けられたということも書いてあります。さあ、その下に関して、昨日ですね、この撮影しているのが令和4年の12月2日ですから、昨日の木曜日午後6時から7時に対して、コンベンションホールに対して説明会が開催されています。こういう形になりますよということで、地域住民の方に説明しているという会が行われているということですね。だからこの動画と部分と他にして付帯する形で、もし参加された方、こういうことですよということを下のコメントを寄せてください。私は参加しています。あくまでも私は開発看板だけでこれ読み取ります。ぜひそういうこともいただいてもらえればと思いますね。という形のものがこの開発看板で読み取れるということが分かっていただけたと思います。どうです？一つの開発看板だけでですね、ここまでの情報が読み解けるんですね。今特にインターネットの時代ですから。噂どうこうじゃなくて、ちゃんと開発看板っていうのは、それに対して情報開示するものがきっちり書いてあります。だからそれを一個ずつ読み解いて、一個ずつ調べれば、ここまで情報が噛み砕いたものが出てくるってことですね。だからそういう部分に関しては注目を集める部分です。それを元にして推察していく。店舗が1階、2階かなとかね。ああ、サーバス誌がああだからこうだからなんて、こういう、そういう形で推察してって答えを出していくって考え方が一番、まあいわゆる無難な考え方。まあその辺は、まあ正直言うと私が19から勤めましたタウンニュースという会社でね、本当に教わった部分があるところなんですけど、まあそれに関してまあその後の不動産会社勤めて、それが保管した形になるなってことになるわけですね。で、皆さん街中に開発看板ってあるでしょ。ああいうの一回ね、足を止めてしっかり見た方がいいです。実はコメント、あとですね、実際事務所に来てこういう開発看板出てから見に行ったらなんていうコメントもあったので、ちょっと今日は特別にあと2つ開発看板ご紹介します。まず1つは小田原駅、同じ、こちらが、東口の方、いわゆる昔の丸いの本館、東華軒さんがねお弁当を売っているところの後ろに駐車場があります。これが、開発看板で、この場所にも小田急さんから駐車場の場所に開発看板が出ていました。で、先ほど名称の部分に関しては研修センターという名前がありました。
大阪が本社で研修センターで小田原に事務所を建てるってなんとなくね、これはごく推察、ここから推察します。大阪社っていう方ね、美容系かなんかのね、そういう形の会社みたい。そしたらね、やっぱりね、東京を中心に出たい会社って、まあ、例えば関西、中京、あとはね、仙台なんかもそうです。福岡なんかもそうです。そうすると関東圏に事務所が欲しい。どうせ事務所を作るなら、特にこれは中京圏と関西圏に多いんだけど、新幹線沿いのところに事務所を作りたいって考え方はとにかく多いです。これは移住。別の移住の動画でも上げてますけどね、この辺見ていただく。移住のことに関してもやっぱり継続して同じような形になるわけなんですけど、そうすると、名古屋本社の方、東京、大阪本社の方っていうのは、あと京都もそうだけどね、東京に本社建てよう、東京高くて土地ないです、よし、品川、もっとないです、品川、もう一手前、新横浜、新横浜もね、もう売り尽くした感があるのよ、ほとんどないですよ、新横浜も、裏側あたりなんかもね、いまだに個別浄化槽のところもあるんですけど、あそこも全然土地がないから、岸根公園、まあそこまで駅2つ出たらいいけど、駅まで歩きませんよ、広くてもね、そうなんだ、新横も無理か、よし、じゃあ、小田原か、ギリギリ、ギリ関東だしねって言って小田原っていうパターン結構多いんですね。だそういう部分で関西圏、中京圏の人が小田原で本社研修センターとか東京拠点という方が関東本部なんて言い方してそこでビルを建てるというケースがあると思うんですね。これも開発看板一つで分かるわけですね。だ当然そういう建物の階数構造なんかも分かる。なんで階数構造をかけるかっていうと近隣の方の日照権のことがあるからです。あのビルが建ったわけでおめえ俺の建物さに火が当たんねえべさってなるわけですね。だってこれ以外にも結構小田原の駅前マンション建ちます言えないどこに建つかは結構そういう情報は掴んでます。まあいわゆる駐車場スペースこの年をまたいであとは空き店舗ねもうなかなか決まんないからもうマンションにしちゃえってやつですよね。ビルのテナントが入らないからマンションにしちゃえとかねそういう形で結構小田原マンション出てきます。マンション不足ですよって話の動画を僕の他の動画そしてマンションスクエアの動画の中でも言ってますけどそういう動きがだんだん小田原にも押し寄せてきてます。小田原市民の皆さん間もなく平塚とか厚木みたいなことになりますよ小田原これ注目しておいてくださいね。そのつもりで小田原の街中見ていくってことが重要なんです。じゃないと別の動画上げたでしょ立ち上がる前にマンション完売する街なんだからみんな業者知ってます。僕がこんなに声高に高めなくてもみんなビジネスだからだから小田原はもしかしたらワンチャンあるかもって言ってみんな必死に頑張ってます。じゃないと動かないでしょこんなビッグプロジェクションプレクションだって小田原城より出来を立つんだからもうはっきり言って北条早雲よりすごいかもよ宝霊弁ってもしかしたらねそういう部分の時代に小田原やってきたってことですよ。近代の城だからねこんな高さ19階なんて言ったらねだからそういう部分になってきてるわけです。当然先ほどみたいな感じで小田原に本部を作りたいっていうまあ小田原拠点を作りたいって方がいいでね本部社じゃないからね大阪本社だからそういう会社の部分も出てきてるって部分あともう一つは鴨宮です。これはコメントをいただきました。長野製作所さんのところ今工事やってるよ現地行ったら実際解体工事してました。ここにも開発看板立ってます。ここもマンションが建つようですね。で共同住宅という項目が見えたらああマンションだと思えばいいですね。だからどうしても地元のエリアで新築マンションを買いたいっていう人はもう開発看板見た段階で動かなきゃダメですよ。そうです。この開発看板見た段階でこの物件が一般に知らしめる時の段階までに実はもうすでに販売がされていて半分以上ねバラの花がついてるケースでよく皆さん耳にしません？ということはもうこの建設してる段階でもう販売行為が行われてることがあるということですよね。集中です。でこれはどこで売ってるのかこれはまあいろいろな方法があります。でも当然オフィシャルの方法アンオフィシャルの情報も正直ありますね。これは私言えません。そういう部分に関しては、まあ、エージェント不動産会社という形も含めてそういう形で協力しながらあとは銀行屋さんですね。銀行屋さんお金貸して、ね、家買うわけでそういう人と組んでそういう形で動いていくというのが一番いい形だとは思います。だそういう部分開発看板ね、まあ、そこの長野さん長野製作所の開発看板なんかの部分に関しても見ていただくと先ほどのエポの跡地と比べてもはるかに規模が
エポサの方が大きいってことが分かります。個数だったり建築基準だったり高さだったり、ね、そういうものに関してもすごくよく分かります。だそういう部分を見てください。だもし新しい新築マンション買う人はもう一回言いますよ、開発看板が見えた時に動き出さなきゃダメだということだけ皆さんよく頭に覚えておいてください。新幹線ビルのホームページができましたって時にはもうほとんど終わりです。もう野球で言ったらもう8回9回昨日見たね、サッカーで言うんだったらアディショナルタイプ、もうなんか今も言うカタカナの言葉50のおじさん言えない、ロスタイムって言えばいいの、ロスタイムね、アディショナル言えない、ロスタイム、もうほぼロスタイムですよ、あんなのはっきり言えば。でそういう部分にこうなってるって思った方がいいですね。でそういう形で街中ね散歩してる時に開発看板一回手組んでね、ははーんこうなってるのかってね見ていただければと思います。というわけでこの不動産紙砕きシリーズは小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。ぜひね街中であそこに開発看板出てるんだけどこれどんなのっていうことでも構いません。小田原のそういう気づいたこと、いやいや建物じゃなくて土地の造成の開発看板の見方を教えてくれとかね、そういうのもコメントもらえれば動画上げたいと思ってますんでね、ぜひよろしくお願いします。あと最後にね、まもなく私内見実況動画を含めて連続投稿が1000日を迎えます。この令和4年の12月中に1000回連続投稿を迎えます。もう今はねまもなく1000回超えて1000回突破キャンペーンも実施しようと思ってます。ぜひまだの方チャンネル登録いいねボタンもよろしくお願いします。宅建師相原祐介でした。